皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思いますはい2018年1月24日月曜日ですねえー 今日はボ本メーカーの動画投稿となります。ではね、今回はニュース解説をやっていきます。ニュースもね、一日でもやらないとですね、どん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 溜まっていっちゃってですね、もう嫌になっちゃうぐらい溜まっちゃうんですよね。はい。今回は、えー、ビットコイン暴落でも冷めない日本人の熱気ですね。 え、東洋経済オンラインさんから飛び込んできました。今日ですね、1月22日月曜日のね、朝の6時配信です。さっきのね。仮想通貨の代表格、ビットコインの値動きが激しい。1月16日、それまで170円台だったビットコイン価格は、一夜明けると105万円まで下落した。 昨年後半の急騰で12月中旬につけた220万円台から、わずか1日で半値となった。価格は取引所大手のビットフライヤーですね。うーん。220万から105つったら半額以下か。半額は110万円ですもんね。昨年、ビットコインは買いが買いを呼び、1年で価格が20倍以上になったが、今回はそれが逆回転した。足元の ビットコイン価格は130万円から140万円台で推移しているが、急騰局面の際に魅了され、天国を期待してビットコインを買った人は一時的に地獄のような心境に陥ったことだろうと。まあ、16日から17日にかけてね、本当にもう、あの、悲壮感漂ってですね、あの、YouTube のね、あの、仮想通貨系 YouTuber って、まあ、10人ぐらいいますよね。その人たちも、あの、緊急、 緊急で動画上げてましたよね。あの、大暴落のこの時に何をすればいいのかとか、まあ、生放送をやってる人もいましたけどね。とにかく、まあ、動揺を抑えよう、抑えることしかできないですからね。まあ、あの、高値で掴んじゃうんですよね。みんなね。高値掴みしちゃうんですよね。背景にあるのは各国の規制強化だ。韓国のパク参議放送が、 仮想通貨取引の禁止法案を準備していることを公言。ドイツ連邦銀行の理事が仮想通貨の国際的な規制の必要性を訴えたほか、中国政府によるさらなる規制強化の動きも明らかになったと。うん。そうですね。1月22日発売の、今日発売なんですね。と、週刊東洋経済は、ビットコイン天国と地獄を特集、仮想通貨市場になだれ込むマネーの実態や、 仮想通貨が金融システムにあたる影響などを分析していると。ちょっと楽しみですね、これ。東洋経済って、これ雑誌ですよね。これコンビニとかで売ってる雑誌ですよね。ビットコイン天国と地獄か。あタイトルがね、ちょっとそそられますね、これね。ちょっとた、まあ、立ち読みっていうか、ちょっと買って読んでみたいですね、東洋経済、東洋経済ね。週刊東洋経済か。各社が大々的に広告宣伝を実施。 足元の価格が難聴とはいえ、日本人のビットコイン熱は当面冷める機運はなさそうだ。理由の一つは仮想通貨を取り扱う取引所各社の積極的な広告宣伝だと。ビットフライヤーに並ぶ大手のコインチェックは2017年12月上旬から、タレントの、えー、出川哲郎氏を起用したテレビ CM を実施し、同月の口座申し込みは、けん同月の口座申し込み件数は、 全月比で10倍に膨らんだというと。当社の2017年12月単月の取引高は、現物取引自己資金による取引ベースで3兆円に達したってすごいよね、これ。12月の単月、1ヶ月で3兆円ですからね。すごくない ?3 兆円って言ったら、確かね、三菱電機、僕勤めてましたけど、三菱電機の年間売上がね、 あの、まあ、1990年代ですけど、2兆7000億円でしたよ。1年間で。みんなで一生懸命頑張って、3万人ぐらいで。一生懸命頑張って。でもビットフライヤーって71人しかいないんでしょすごいよね。しかも、1ヶ月で3兆円だもんね。年間36兆円か、売り上げ。取引、現物取引だもんね。売り上げだよね。三菱商事にいった時は、年間売り上げ17兆円でしたよね。 確かそのぐらいでしたよ。全然余裕で超えてますね、これ。<laughs> ベンチャー企業。すごいね。コインチェック。取引中、取引所中堅の財布、テックビオルが運営は、昨年の12月中旬からお笑い芸人のかまいたちを使った YouTube 動画を配信してる。あ、なんか地味に配信してますね。うん。今後、個人投資家にとって期待される材料として、 米国の ETF、上場投資信託、えー、承認もある <coughs>。ETF が承認されれば、米シカゴオプション取引所、CBOE と米シカゴマーカンタイル取引所 CME での取引、先物取引に続き、新たな投資家の流入が見込まれるということですね。一部、先物取引やってるよね。シカゴでね、ビットコイン。 また、マイニングと呼ばれる仮想通貨の採掘事業には日本の GMO インターネットや Dmm.com らが名乗りを上げており仮想通貨の安定的な供給や流動性の拡大が見込まれると。<coughs> 中国がマイニングをやらなくなっちゃったんですよね。マイニングも規制したんですよ。取引所自体も規制したけど、マイニングもやっちゃダメって言,われ言ってんですよね。だから、ビットコインのマイニングする人がいなくなっちゃったから、 マイニングにすごい時間かかってんですよね。まあ、しかもまあ、一応、マイニング、まあ、10分単位でっていうのが最初から決まってはいるんですけど、今ね、1日かかったり 2, 2日かかったりしますもんね。あの、承認されるのにね、送金承認されるのにね、送金詰まりが起こってるんですけど、まあ、それはもう中国とか、中国のマイニング業者がいなくなっちゃったからね、送金詰まりが起,起こってるんですけど、 これからね、GMO とかさ、DMM ってすっげえ金持ってるんじゃないですか。むちゃくちゃ金持ってるんじゃないですか。だから、彼らが日本でね、まあ、きっとやるでしょうね。巨大なデータセンターを作ってですね、前にやると、あの、今ね、ビットコイン使い物なんねえじゃねえかって言ってる人多いんですけど、これね、また送金詰まりなくなりますよ。10分で、10分で承認されるようになるんじゃないですかね。送金承認ね。 そうすると、やっぱりビットコインでいいんじゃねえのと。ビットコインキャッシュとかね。じゃなくてもいいんじゃないのっていう噂も出てくるかもしれないですね。わかんないです。一方で不安な材料がないわけではない。各国の規制強化に加え、そもそも現状の相場は、えー、投資、投機化しており、それが値動きの荒さにつながっている。仮想通貨は日本円やドルなどの法定通貨と違い、国が価,格価値を保証しているわけではない。 価値を信用する人たちによって成り立っており、その仕組みをブロックチェーンと呼ばれる技術が支えている。つまり各国の規制強化など、ネガティブな材料を発端に信用が失われれば、立ち回し価格は急落するリスクがある。うん、そうだよね。まあ、今回の中国とか韓国のね、法律による規制が、まあ、そうですよね。価格低下につながったと言われてますよね。通貨と呼ばれ、呼べるのか、求められる健全な発展。 ただ、新しく仮想通貨を購入しようとしている人たちの多くは、仮想通貨やブロックチェーンの仕組みに価値を乱すというより、単純に値上がり益を見込んでいるケースが多い。まあそうですね、ブロックチェーンなんていちいち勉強して理解してたら1年かかっちゃいますからね。まあそれよりはちょっと目の前で、あの、儲け、儲かりそうな雰囲気になってるから、まずは投資してから考えようっていうのはあると思います。 例えば、ビットフライヤーや昨年12月における月間取引だが9.5兆円にのえ、上るが、そのうち現物取引は1.2兆円で、えー、残りは証拠金を使ったレバレッジ取引、同社の場合は、先決済と先物取引がし占めると。だから、ビットフライヤーって日本でも最大級の、あの、仮想通貨取引所ですけど、世界でも最大なんですよね。 で、去年の12月の月間取引9.5兆円のはすごいよね。約10兆円。まあだからさっきのコインチェックが3兆円でしょだから3倍以上あるわけですよね。ビットフライヤーってコインチェックの3倍以上あるわけですよね。すごいよね。9.5兆円。だから9.5兆円か、9.5兆円かける12ヶ月は114兆円ですよ。国家予算オーバーですね。ビットフライヤーの 日本、日本、ビットフライヤージャパンのですね、年間売上げは114兆円で、日本の国家予算を超えるんですよね。すっごいですね。そのうち現物取引は1.2兆円しかなくて、残りは、証拠金を使ったレバレッジ取引だから、これ FX なんですよ。あの、ビットフライヤーで FX ができるのは、ビットコインしかないんですよね。<laughs> 最近、あの、始めた後で出てきますけど、DMM、 うはですね、あのー、アルトコイン、まあ、ビットコイン以外の複数のアルトコインですね、もですね、あのー、レバレッジ取引できるんですよね。証拠金レバレッジ取引、いわゆる FX ができるんですよね。で、ただ DMM ビットコインだっけが、なぜ、その、あんまりこう知られてないかというと、アフェリエイトプログラムがないんですよね。だから、ブロガーも YouTuber も、 紹介しないんですよ。紹介、DMM ビットコイン紹介してもお金にならないから <laughs>、紹介しないんですよね。だからそこら辺が今後どうなるかですね。レバレッジの最大倍率は15倍だ。これらがすなわち投機、投資投機に同等するとは言えないが、うん、決済や送金といった通貨本来の利用目的とかけ離れた 取引の実態が浮かび上がる。まあ、いわゆる為替取引ですよね。通貨だから。ビットコインは。ね。通貨だからドル円、為替、為替取引と一緒ですよね。まあ、だから、ビットコイン円ですよね。うん。で、ビットフライヤーの、えー、ビットフライヤー FX のレバレッジの最大は15倍ですか。うん。で、株の、株の信用取引は3倍ですよね。最高がね。 だから、それよりは、まあ、うまみがあると。で、普通の、ドル円とかの、あの、f x は25倍ですよね、国内は。海外は888倍ありますけど、ただ、ボラが少ないんですよ、ボラティリティがね。まあ、値動きの変動がすごい少ないので、あんまり儲かりません。その点ですね、今、ビットコインはですね、未だに値動きが超激しくてですね、 あの、特にそのビットコイン FX の場合は、値上がりしても値下がりしてもどっちでもいいんですよ、もう。うん、もう値上がりしないよって言っても、ああ、いいよ別に。で、値下がりこれから始めるよ。おいいじゃん、いいじゃん。っていう感じなんです。なぜかというと、あの、買いでも入れるし、売りからでも入れるんですよね。どっちでもいいんですよね、もう。値上がりしてもしなくてもどっちでもいいんですよ。FX っていうのは。とにかく1日でですね、 価格の変動が大きければいいだけなんですよ。で、例えば、ビットコインっつったら、1日、下手すりゃ10万円は平気で価格動きますよね。だから、10、例えば、その、今ね、100、一ビットコイン130万だとして、130万を証拠金として入金すると、それの、 15倍ですから、1950万円、1950万円分のビットコインを動かすことができるんですよね。だから15倍だから、15、15かければいいだけの話でやって、だから証拠金130万円で1日で10万円動いて、その10万円を、えー、ポジションとして取ることができて、差,差額取ることができたら、10万かける15倍だから、150万円の利益なんですよね、1日。 うん。だからこ大きいよね。で、10万円以上動くよね、きっとね。だから、あのー、いや、普通のね、FX やってるより全然こっちの方がいいじゃねえかよってことで、あのー、ドル円とかね、ユーロポンドとかの FX やってる、やってる人たちが、全部ですね、えー、ビットフライヤーの、あのー、ビットコイン FX にね、流れ込んじゃってるんですよ、今、すごく。うん。 それでね、あのまあ、YouTuber、YouTube FXYouTuber もですね、あの、ビットコイン FX やり出してるよね、今ね、えー。昨年6月から仮想通貨を購入し始めた20代の男性は、仮想通貨が新しい決済手段になる可能性があるとは思えない。あなるほどね。で、ここでちょっとさっき言いました通り、えー、9.5兆円のうち1.5兆円。 現物取引は1.2兆円しかないんですよ。だから、あの、まあ、これ、ビットコインの話。ビットコインを含めた、アルトコインも含めた全部なんですけど、あの、ほとんどはですね、FX やってるんですね、だから。だから、ほとんどは9.5兆円引くか。1.2は。8.3兆円。だから、えー、1.2割る9.5は、かける100は。 1.2ですよね。1 2割る9 5はかける1 0 0違うね。1 1 2る9 5これでいいか。とにかくほとんどはですね、80%以上の人たちは、ビットフライヤーで、ビットコインエフェクスをやってるのであって、 ただなんかこの草コインを買って値上がりを待つとかね、100倍になる、500倍になるのを長期保有して待つっていう戦略、戦略っていうかさ、まあ、堅実的な戦略はやってないわけですよね。いわゆるもうギャンブラーがいっぱいいて、その金額は、えー、月間で7.9兆円もあるってことですね、ギャンブラーが。えー、FX やってるのはね、ものすごい、 白熱してますね、これね。単純な儲け目的で取引をしていると語る。国が貨幣の量をコントロールするのは限界がある。ブロックチェーンが通貨の歴史を変える。別の20代男性という見方もあるが、少数にとどまると言わざるを得ないと。決済や送金の手段として使わなければ、それはもはや通貨とは呼べない。 日本では各国に先駆けて昨年4月に改正資金決済法が施行し仮想通貨を新たな決済集団に位置づけたがまだ通貨として利用シーンが多くはない。まあビッグカメラで使えるぐらいかな。あのビットコインがね。金融庁は否定しているが今後は金融商品取引法の枠組みに含める必要性を指摘する声もある。仮想通貨は新しい金融システムになるのか え、それとも、投資家による儲けの道具として使われるだけなのか、業界関係者と当局による健全な発展が求められているということですね。で、続きは、えー、今日発売の東洋、週刊東洋経済に特集としてビットコイン天国と地獄っていうのが載ってるので、そっちを見てくださいということになってますと。それでですね、あの、ちょっと私も調べて、ちょっとうそ知ってたんですけど、ちょっと調べて、これはですね、 クリプトウォッチっていうウェブサイトなんですけど、これビットコインでしょビットコインだよね。あった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 。ビットコイン USD とかビットコイン、あ、イーサ a u s d とかあるんだけども。うん。ちょっと待ってくださいね。これですね、あのー、 これ見るとですね、ちょっと見にくいんだけども、ま、これビットコイン USD だからかもしれない、USD、アメリカドルだからかもしれないですけれども、あの、あ、これはビットコイン USD の価格なんだけどね。で、これビットコイン、ビットコインは今どこの取引所が一番多いかっていうのを示してるんですね。で、もちろんま、アメリカの取引が もう多いんだけど、一番多いのはこの取引量を見ると、106.2k なんですよ。で、日本のビットフライヤーなんだよね。ビッ、ジャ、ジャパン、JPY でしたよね。ジャパンの円なんですよね。これ、ビットコインですよね。ビットコインは、ジャパンの円のビットフライヤーが、もう 106.2k の取引量があるわけですよね。 で、アメリカは 53.35K なんですよ。これ、ビット、フィネックス。あとは、やっぱり韓国のビット半部ってとこが、まあ、ちょっと少ないですけど、15.23K あるんですね。あと、ユーロ。クラーケンですね。11.90。また、だから、USD は、まあたくさんの取引所があるので、まあ、全部足すと、日本と同じぐらいあるかな。で、 ジャパンの9コインですよね。9コイン。9コインが来てんだよね。だから、だからこれ9.077 k で、まあ、ビットフライヤーの10分の1ですけど、まあ来てると。で、アメリカの取引所は1、2、3、4つ入ってるよと。ね。こんな感じで、まあ、んで、アメリカと日本のそのビットコインの取引がやっぱ多いんですよね。で、他を見ると、例えば、 イーサーですよね、これ。イーサリアムですよね。イーサリアムは日本人買ってないですよ、これ。これ見ると。で、ビットコインキャッシュですかね、これ。これもね、日本人買ってないんですよね。アメリカ人とかしか買ってない。ですね。で、これ、イーサリアムは、あのー、アメリカ、あと韓国、だこれ取引量多いですよ、これ。194とか、 えー、韓国が127とか持ってますから、日本以外はイーサリアムって大人気なんですよね。うん。あとはですね、やっぱり日本円はほとんど入ってないですね。もうランクに出てきてないので、あのー、日本人大好きなのは、ビットコイン。ビットコイン日本人大好き。しかもビットフライヤーなんですよ。 で、ビットフライヤーで何やってんのっつったら、さっき、あの、東洋経済の週刊誌にも出てました通り、もう8割以上は現物取引じゃなくて、証拠金取引の FX なんですよ、と。ビットフライヤーはね。で、これが、これもよくわかるってことですね。このクリプトウォッチ見るとね。で、もう一個見てみたいんですけど、これ、ね、クリプトコンペアっていうのがあるんですよ。 で、クリプトコンペアを読みると、このビットコインのボリュームバイカレンシーなんですが、やっぱり日本と USD が多いんだよね。で、これ US D USD、USDT っていうのは、まあアメリカドルと、あのレ、レ価格連動する、完全にほとんど価格連動する、あの、仮想通貨あるんですよね。で、それも買われてると、ビットコインでね。あの保有されてると。 あとはまあ、ユーロ、ユーロ円とコリア。あとはなんとかかんとかですね。だから、日本人大好きだよね、やっぱり、ビットコイン。日本、JPY でも、ジャパンの円で持ってるんですよね。ジャパン円とアメリカドル。あとは、アメリカドルに連動した、えー、仮想通貨が、あの、ビットコインを保有してるってことなんですよ。 で、今度こっちの右のビットコインの円のボリュームバイエクスチェンジなんですけど、あの、ま、あ、取引、どこが取引してるのかというと、日本のね、ビットコインは。もう、あの、ビットフライヤー FX なんでね、ほとんど。見て見てこれ。これ8割いってんじゃないかな。81.5、81.57だね。で、こっちまたこっちは37%、37.06が、 37.06%がジャパン円で持ってて、ビットコイン、世界のビットコインのね。日本人すごい持ってるよ。で、USD が3、US ドルがー1 5 4だから、あれだ、中国マネーがもうほとんど消えたんだよね。もう規制されちゃったから。で、コリアは、まあ、まだあるよと。うん、USDT が15.29だね。 で、この JPY をもう少しこう分析してみると、81.55%が、あの、ビットフライヤー FX やってんだね。僕は、今までですね、あの、ビットコインの FX やめろと。危険だから。危険。あの、一瞬で持ち金全部溶かしてなくなるよって言ってたんですけど、ギャンブラー多いね、これね。とんでもない、とんでもない金額が FX、 に入ってますね、お金が。で、これ、現物、F、ビットフライヤーの現物は <laughs> 12.、12.95%で、あと財布なんですよ。だから、コインチェックっていうのが、まあ、ここに換算されてないのか、コインチェックどこ行ったのかな、とか、思う、思うんだけども、まあ一応こんな感じ。一応、ビットフライヤーの、ビットフライヤーの FX、 っていうのが、むちゃくちゃ今人気になってるってことが、まあ、これで分かるかなと思うんですね。でですね、あのー、やっぱりですね、まあ、こう、いろいろな海外のこういうウェブサイトで分析してみると、まあ、いろんなもう分析サイトがあってですね、あの、<laughs> どこの取引所では、えー、今、あのー、 この仮想通貨がいくらでね取引されてるよとかこれがそうですよね、えー、ビットコインボリュームバイカレンシーっていうことで、えー、どこの取引所があ今ボリュームね JPI が一番多い,いですねやっぱりボリュームがねでどこの取引所でええどの通貨がいくらで取引されてるよっていうのが一覧で出てくるんですよでもちろんあのその 各取引所の、この、例えば、ビットフライヤー FX は149万、145万8000ですよね。で、ビットフライヤーは130万7000なんですよ。で、財布が131万4000で、で、クラーケンは、とか書いてあるわけですね。それで、ひょっとしてはこれ、まあ、コインチェックは、このシステムに連動してないのかもしれないですけども、 あの、ここ、取引所によってですね、価格差がすごいあるんですよ。168万とかね。同じ、同じビットコインなのに。なので、これを、あの、コンピューターでシステム化してですね、安いとこで買って、高いとこで売るっていう、まあ、ソフトウェアがあるんだよね。売ってんだよね、それね。で、それで、あの、API っていうのが各、えー、取引所に API っていうのがあって、そのその API で、あの、コンピューターのプログラムを走らせて、自動、 え、一、一日中ね、高速取引をしてですね、むちゃくちゃ稼いでる人が、今実は日本にもたくさんいます。しかも自動売買なんですよ。自、自動売買を行えるシステムがあって、で、各取引所はそれ自動売買を行うための API 企業を提供してるんだよね。で、そこで一応不正、セキュリティ上のリスクがあって、まあ、先週かな財布がハッカーに狙われたってことになってるんですけど、 あの、頭いい人はね、もうこんなもういちいちやってなくて、あの、もう勝手に、まあ、情報システム、プログラミング組んでですね、各取引所のですね、差額のアービトラージ決済をやっててですね、もう一月10億円とかね、20億円単位でね、儲けてる個人の人もいるんですよ。で、そういう人たちは、まあ、ブログなんかには書かないよね、そんなことね。 だってもう、買って儲か、儲かっちゃってるわけだから、仮想通貨の取引で。だから、そんなこと人に言わないよね。で、YouTube で話すわけもないですよ。で、ブログ書く人っていうのは、もうアフェリエイト目的なんですよね。うん。でも、もう枯れた古い情報を書いてるだけだし、YouTuber も視聴量とアフェリエイト目的で情報発信してるだけなんですよ。で、今仮想通貨でむっちゃくちゃ儲けてる人は、まあ今ね、 あの、見た通り、あの、ビットコイン FX と、あとは、あの、アービトラージなんですね。うん。で、ビットコイン FX とか、あと、今回、あの、今月ね、1月11日から、DMM、ビットコインがですね、えー、ビットコイン以外のアルトコインでもですね、FX できる、うん、サイトをオープンしたんですよ。うん。で、それもね、今、今から始めるとね、むちゃくちゃ儲かると思う。 始まったばっかりだから、DMM は。うん。ただ、なんで DMM が人気ないのかっていうと、アフェリエイトプログラムがないんですよ。だから紹介するブロガーとか YouTube がいないから、まだ人気ないんだけども、今もですね、あの、DMM でね、あの、ビットコイン以外のね、仮想通貨のね、FX やってる人はね、かなり儲けてるはず。うん。すごい儲けてる。で、まだ他の人が参入してきてないから、値動きがね、 結構素直なんですよ、他のアルトコインっていうのはね。だからね、あの、余裕で儲かっちゃうんだよね。うん。だから、もうすでにさ、インターネット上とか、YouTube 上にですね、ゴロ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 起こってる情報っていうのは、あの、もう価値がない情報なんですよね <laughs>。今日、あの、公開された YouTube の動画とかね、ブログの情報であっても、まあ、それはもう古、古くて、 もう今更そんなことやっても儲かんないよっていう情報しか転がってないんですよ。で、本当に、えー、お金が必要でね、まぁ、あ、つ、まあ、毎日1日1万でもいいし、えー、1月1万でもいいし、いや、そんなことないって、ひ月10億、10億、億とか10億儲けたいとかね、いう、まあ、企業の人もいると思うんですよ。そういう人たちは、やっぱりこういうですね、海外のウェブサイトを見ながらですね、あの、 頭を働かせてですね、まあ、どこのお金がどう,いう流れてるのかというのを見ながらですね、あの戦略を練っていって仮想通貨ビジネスに、ま、積極的に参入していってですね、まあ、リスクが低い状態で、ま、高い、えー、リターンが望めるっていうのは、まあ、先行者利益しかないですから、誰もやってないうちに、ま、こっそり始めて、まあ、あの、大金を持って、まあ、早々に手まりするっていうのが、 まあ、一番のビジネスの鉄則ですからね。まあ、そこら辺をですね、皆様も勉強していただきたいし、私もこれからね、あの、YouTube 動画で、他の仮想系、仮想通貨系 YouTuber の誰よりもね、早くね、こういうところの情報を提供していきたいと思います。ではね、今回はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。失礼いたします。